それでは面接を始めさせていただきます。まずは自己紹介をよろしくお願いします。はい、俊足です。自分の特技は何だと思いますか？よし、顔負けの打力がありますよね。将来の夢を教えてください。ヒーロー。周りの友人からは何て言われますか？盗塁。自分の性格を一言で表現していただけますか？非常に厄介です。ちょっと即答でお答えいただけますか？はい、でまず一つ目が好きな言葉。入ってねえんだよこの野郎です。座右の銘を教えてください。諦めたらそこで終わりです。好きな食べ物を教えてください。ファン。では好きな色を教えてください。好きな国を教えてください。難しいですよね。苦手な食べ物は何ですか？ホームランバッ。今行きたい場所を教えてください。下手に動かない方がいいですね。何フェチですか？僕は一番は盗塁技術ですかね。では、私たちの褒める部分をちょっと言っていただいてもいいですか？そうですね、まあ悪くないと思いますね。ここからじゃないですかね。ではご自身にキャッチコピーをつけてください。イケイケホームランバッター。もし自分がですね、はい、弊社の社長だとしたら、はい、どうしていきたいですか？変えた方がいいでしょうね。ズバリ社長になるためにはどうしたらいいですか？思い切って手を出していかないといけませんよね。はい、ではご自身を表すポーズを一つお願いします。ありがとうございます。はい、ではちょっと見本を、はい、はい、わかりました。ポーズを出していただきます。はい、奥さんとの馴れ初めを教えてください。いやまだ分かりませんね。プロポーズの言葉をですからまだ分かりませんね。それはなぜですか？入ってねえんだよこの野郎。じゃあ聞きたいことは聞けたので、はい、まあ面接は終了なんですけれども、はい、どうですか？今日はちょっと緊張されました？もういいところばっかり出ましたよね。今日はありがとうございました。ちょっと待って。